Very good 80 carry, and yeah, I wouldn't be surprised if continual bans go down into that bottom lane for Lion Gaming because that does seem to be their strength. Yeah, so straight away we've seen Rise and niddly be taken off the table. Rise in the right hands can be an absolute spell slinger, and when niddly starts to get away from you, the ball just continues. ははい本日は i w c 2 0 1 6 Day 2の模様ですね、え次は第3戦目、えハードランドム VS ライオンゲーミングの模様を実況、あいつ解説レベルでお送りいたします。よろししくお願いしますさあというわけで、ここまでハードランドムン負けなしかつ、まあ、かなり強いといった試合内容でね、うん、できてますよね、うん、それに対してのライオンゲーミング、少しここまで苦しい展開が続いてい ラテンアメリカ地域サウスのイスルスゲーミングに負け、また、えー、昨日はブラジル代表にちょっといとこなしで倒されてしまいましたから、かなりつらい戦いを強いられているなという印象強いですねさあそしてドラフトの方も現在進んでおりますがライズ・シビア、おーエズリアル版ですか、そしてニダリー・グレイブスとジャングラバのンが多いですね、スティジョス選手のターゲット版 そしてエコ、うーん、<え>アニビアをバーンしなくていいんですかね、ここまでハードランダムのキラは、アニビアをかなり主軸というよりも、2年連続ピックしてますよね。まあ、ファーストピックにはしないとは思いますが、このワイド、どうでしょう、うーん、ルシアンを取り上げるといった判断も可能だと思いますし、キンドレットをファーストピックにしてもいいですよね。 トップティアのジャングラーが今キンドレットぐらいしか残っていませんしああそうですねグレイブスニダリーとバンが来てますからここで取らなければ逆にライオンゲーミングとちょっと悩んでる様子見せてますがやはりキンドレット取りますねさあまあ定石通りといったようなおっと、うん、シャあティアク選手エフリかなり得意ですが今のメタで行えるのかどうか ティアワンのエディ・キャリー・マックスマンといったところで考えるとルシアンとカリスタぐらいしか残っていませんそしてアパート取り上げる形ですかなるほどこれはリック・クリットのバードを取り上げる警戒されてますね、うん、さあ取り上げましたこれはちょっとライオンゲーミングとしては 取りたくないピックを取らされた形にもなりそうな気もしますがここから少し構成組みづらいですよね。そうですね、まあ、バーダの場合だと、いがちというかその方が強いと思いますから、まあ、リサンドラをミッドレーンに置きトップはマオカイですかね、この形だとあマオカイすに取られてしまいましたからちょっと組みづらいですねさらにはカリスタも取るような。これ サポートにはアリスタもしくはトランドルあたりをハードランダムがピックした際もしくはブラウムでもいいですよねかなり選択肢は豊富ですねさあそのバードを取られてからの選択肢というのもハードランダム予測済みと CIS 代表ハードランダムリサンドラを取る以外ないと思いますがあトップにもしくはジャングルにグラガスですかああそしてアジール バードといった強みを生かすということを考えるとアジール・ルシアンだとちょっと重視という印象は強いですが、まあ、エンゲージを一度いなすもしくは味方を助けるといったところでバードを行えれば、まあ、的確なプレーができるのであれば可能性はかなり、えー、豊富なチャンピオンですから。はい 悪くはないと思いますけどまあミッドネこれ普通にアニビアを取るのでは今までのところずっと続けてますしさらにはキンドレッドカリストおっとあジリアンですか確かに効果的です,ですねアジリ、い確かにアニビアってちょっと出しにくい雰囲気もありますけどでも昨日出してましたからねまあ確かに <laughs> キラですからねそうなんですよねあルブランにしましたか 確かにバードのバードが確かに敵にいる以上はちょっとアニビアはただ出しづらいやはりアルティメットブリンクはないですからここから崩されてしまう可能性が高いということですかそしてラストピックリサンドラトップアジロはトップリサンドラトップリサンドラになりますかちょっとそれだと アジールの強みはどこで生かすなかなか中断戦の形が難しいですよねかなりライオンゲームズゲーミングとしてはかなりこうあやふやな、うん、構図になってしまいがちですがあのチラスに変えましたかああなるほどノチラスであれば確かにアジール・ルシアのラインとはかなりマッチしますね 少しこれで言うとバードをやっぱり取らされたかな、それ以外はただ自分たちの組みい構成を組めたとそう言えると思いますがただ一方でハードランダムのビルあ構成を見るとエンゲージやチャンピオンが揃ってます、それに対してディスエンゲージできるチャンピオンがアジールとグラガスということでボットレにいないんですよね。 先を攻め立てられるとちょっと対策が難しいのかなとしかもジャングラーがキンドレットとグラガスというマッチアップでちょっとキンドレットにアウトスケールされてしまうのでそこがちょっと問題になるかなと思うんですがさあ少し映像がまたしてもですね、えー、現在、えー、止まっているようですね乱れが発生して止まっているようです。 一応、先ほどですとですねえっとえーゲーム音がちょっと聞けない状態でも映像をどうにかして流そうかというような案もえ出ていましたが今、放送でそうですね止まって今いる状態ですね。 なんとかででもいけそうですかなんとかなりそうですかねああ大丈夫そうですね良かったですさあ IWC2016 デイ2第3試合目ハートランドン VS ライアンゲーミングの試合スタートですまず一つレベル1のところではスワップするかどうかが一つ鍵になりそうですね さあそして今入ってきた情報ですとやはりえーゲーム音がえちょっと入ってない状況ですけれども映像をえ流した方がいいだろうという判断でえ今現在ですねゲーム音が入ってない状況ですがえ試合の見れるという状態でえ行っていくという判断のようです。まあ見れる方が ありがたいですよね音は多少我慢しましょうそうですね先ほど試合の展開全く分かりませんでしたからねはいおっと使えますよとさあリッククリットを捕まえたフラッシュを使用しましたなんとこれトラップを仕掛けていたのはライオンゲーミングそしてテレポートでボットラインへ向かいますこの動きどう見ますかレボルさんスワップゲームですね G 側はス,パスワップしてこないだろうとハードランダムが読んだようですね。というそして LG からするとスワップを当てた形になります。ここの読み上げで勝ったのは非常に大きいですね。えー、2対2のマッチアップの中で、えー、フラッシュを落としてしまった HR はちょっと前に出れないので CS の差は広がっていますね。気になるのがテレポートの差がこの時点で生まれてしまったことですがれ早い段階だとちょっと モーカルからのテレポートエンゲージといったところが難しいということを考えるとあまり問題にはなりそうにないなとですから LG の方がレビューランのところをうまく進めたと言えると思いますねハードランダムとしてはあ当ててくるのかといった印象を持ったとかなり意外だったと思いますねかなりこうトップの物資に入っていく姿も、まあ、もちろんお,おっと さあいきなりキラーを仕掛けてイグナイトチェインが入っているフラッシュバリアを選択しますがどうしようもないなんとゲーム開始3分で 1V1 ファーストブラッドはキラーちょっとずば抜けたメカニクスを持ってますねこの IWC 地域のオールスター戦でも 1V1 でこのプレイヤーはかなり強力そして このレベルのアドバンテージは大きいですね、ミッドレーン、にハードランダムがミッドから崩していく展開を作っていると言えると思いますね。ですから、スティージ,ジョス選手はミッド中心に視界をコントロールしていくと、そこを LG はまず対抗しながら、ほかの,の2対2のマッチアップの有利を広げていかなければならないので、ちょっとティアク選手、難しい動きは要求されてますね。 さあウーリはこれでフラッシュとバリアもなくなった状態ですこれキラはまだフラッシュありますからもう一度仕掛けますよね十分仕掛けていくと思いますねファーストのアイテムがっとフロストクイーンクレームを目指してますねちょっと面白いビルドにしてますねアビサルにするかなと思ったんですがそうですね度ードがすべて勝つような状態まで持っていけますが、うん 深いこう。うん、フロストグリンクレームのアクティブを生かした。仕掛けといったところを見据えているビルドになってますね。さあ、うりはかなり辛い。レーニングを知られます。この。今、スティージョ選手がトップサイドに向かってますが、分かってないですね。L. G.。いや、ただすぐさま警戒。態勢に。はい。 ててますすねワードに全く写ってないはずですがどこで気づいたんでしょうね少し動きで怪しいと踏んでますかいや拾いに行ったので下がったという形ですかねさあそこに入りますあっとマジカルジャーニーに入れないおっと先に入ったのはリククリットこれはどうしようもない相手よりも先に入れば9度 <laughs> スタート相手のああ。<laughs> アルツ選手の通り道を塞いだといった形でしたねさあ得意チャンピオンのバードを使っている以上、まあ、リククリットからすると何が弱点かというのもよく知ってるでしょう,うでもタイミング仕掛けは見事でしたねここで2対のマッチアップのところで有利がアードランダム側に移りましたねミッドのアドバンテージもありますし、えー、ボットレーンこのマッチアップマオカイ VS ノーチラスとなるとマオカイは まあほぼほぼ負けないでしょうからいや全体的にハードランダムがまた一気に有利作っていきましたねこのアップだともう満開は負けないんですね MR がレベル上おっとさあリククリットダブルノックアップいいダメージが一気に追撃で入ります合わせていくのはミラクル満開は変更後あマジックレジストがレベルで上昇するようになりましたし ウェーブのクリアもスキル使っていくので魔王界のパッシブがたまりやすいんですよねですからあダメージも食らわないですしサステイもあるといったところでおっと、さあワードがそこにはありますアレスこれはどうしようもないかさらにはせいやにエグゾースとあっとただしこれはアミラクル少しステップをミスりましたがフラッシュで合わせますがきっちりキルを取り切りました今フラッシュ使わずにアミラクル選手を倒せるだけにちょっともったいないシーンではありましたが有利広げていきますね 海外の,そのハードランダムに、えー、対する、まあ、紹介の分では、はい、勝ってるんだったらより有利を広げに行こうっていうのは彼らの哲学だそうなのでっていう評価を、まあ、海外のアナリストの方がしてるようなのでそれを見るこの試合でも、やっぱりそうですよね、このボトとに一つ有利を取るとまた立て続けに広げていくと。 大きな問題になっているのはミッドレーンのワッチアップのところで1、レベル差、イグナイトが上がっているキラ選手をどうコントロールするかですよね、ネガトロンをウリ選手、変えましたがまあ先ほどティアックがもうレーンに顔を出してリコールをせかすようなシーンというのも一つ見受けられましたからね、かなりミッドレーンのコントロールという部分では、困っているのは見て取れますがやはりもう少しファームできないとアビサルもしくは まあネガトロを持ったままバロンナッシャーをえないとちょっと厳しいのかなとそして、ボットレーン2対のマッチアップを作っているのは,これはドラゴンを意識した動きですねそして、ジラル選手はテレポートのアドバンテージにりますからこれを生かして有利作っていきたいですね魔法界を使っているスマーク選手のテレポートが上がる前にこのテレポートを先に使って狙う対象としてはやはりバードを使っていますからボットレーン ファーストタータもしくはドラゴンを取っていく展開を LG としては狙っていると思います。HR としては、まあ、その危険性があるのでボッタは今、アグレッシブに行かずスマーク選手の手トが上がるまではボッターをおとなしくしつつといった展開ですね。ただ、どうですかアリスターとカリスターですからこうなかなか狙っても難しいんじゃないですかね。ですが行かないと ちょっとどん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 ん苦しくなっていくだけなので決断すべき時間になっていると思いますねさあ決断すべき時間そしてハードランナーもそのトップレーン側逆サイド側を狙うような動きをもう一度見せていますフック使いましたそれは仕掛けるタイミングだジラールこれはまずかったスティージョスが入ってきて打ち上げは使いますがさあ下に逃げる逃げるがこれは先にキラの方がよりが早いですさらに寄らなくても倒せそうです 売りはこの位置間に持っていくのはスティージョスキラを寄っているシーンで狙いましたがキるにはつながりませんかキラのフラッシュがダウンしていますそしてその間にボットサイドで仕掛けるセイヤが捕まるアルスアルティメットまだレベル5ですなりませんさあミラクル1キル持ってリッククリック とは不屈の意思、タワーダメージをもらいながら安全に1キル獲得したのはハードランダムちょっとやはり LG 今何がすべきなのかといったところチーム全体で共有できていなかった一方でハードランダムは共有できていたそこの差が如実に表れるシーンだったと思いますね。うん フックを使うのはトップレーンではなくボットレーンで使わなければなりませんでしたテレポートするためのワードもちゃんと置けていたにもかかわらず、えー、先手を取られてしまったのはかなり痛いですねそしてこのタワーも繋がりますねスマーフきっちりミニオンもタワーで処理した後にタワーを折り切っています ススク選手カタリスト買っってまますすねねこれどっち行きますか、ね、グローリーはちょっと今あまり強くはないやはりグローリー完成させてしまうとカタリストのパシブはなくなってしまいますからそれを考えるとロッドベージュなのかなと思うんですがただすでにキンドレット、ルブランク、カリスタと強力なキャリー陣がそってますから、まあ、タンクの方が重要だと思いますからちょっとん強気なビルドにしてるなという印象強いですね。ただまあ カリスタがいるとこうアルティメットで生存できるじゃないですかグローリー行くんじゃないですかねこれだけ強気なハードランダムであれば可能性は高いですねもしくはカタリストで止めて先に防具を揃えてからグローリーとうわーロットオベーシーにした <laughs> <laughs> 強気ですね本当にかなりペース掴んでますからね ロットオブエイジス結構いろいろオカイはビルドの幅が広くてこう面白いですよねさあ仕掛けました調律からテレポートこれですこれがやりたかったんですジラール狙っている爆雷を飛ばしましたがさすがに守りきりましたハードランダムリックグリッド互いに アミラクル選手はフラッシュを落としましたがアルティメットを温存して対応しましたからこの対応は非常に素晴らしいですねその間にミッドのファーストタワーを狙っていく形をハードランドも作ってますね、えー、LG としてはボットのファーストタワーを絶対に折らなければならないような状況になっていると思いますねただ、どうですかこのライアンゲーミングのこの動きというのはずっとやらなければいけないことでしたから、えー、行われたのは大きいですがただミッドのアド ああタワーに繋がりませんかハードランダムの戦い方いなし方が非常にうまいですねでその間にスマーク選手がトップのファーストタワーとハードランダムの方が1枚も2枚も上手なローテーション対応を見せてますねさらにはリコールも妨害しますここににウリがカバーに入ってみっ ヘドレーンにジラールが入るような動きを見せてますが、その通路を塞ぐ動きをハードランダムは行っています。ジラル選手前出れないですよね。ちょっと位置取りがスティジョス選手とスマホ選手高すぎますが。さあヤンク仕掛けた。今度はアミナックル。これはフラッシュがもうありません。 魂の呼び声で呼び寄せますがリッククリットは危ない複数の位置さあそこにキラが入ってくるフロストクイーンからスローが誰につくか誰を狙うのかセイヤを狙いたいですが1対3です仕掛けるのは安全順でアルスが落ちるさらに追撃が可能な状態になっている下がるのはライオンゲーミング今の動きでボットのファーストタワーを LG は折れませんでしたね ここでミッドのファーストある程度削った上で倒す破壊できればいいんですがちょっとさすがにまだ厳しいキラが来るぞキラが来るぞきたただ真ん中ないですかちょっと助かりましたね一方でハードランダムとしてはミッドのファーストは降りるような展開だっただけにちょっと もったいない展開だったのかなという感じがしますね没頭のファーストタワーを渡す代わりにミッドのファーストタワーを取るという交換であれば、えー、キラ選手がスノーボールしていることを考えるとかなり優位な交換だったと思うんですがそれを選択せずに味方のタワーを守る選択肢しました、ね、またあ少しロングゲームをもう見据えたいと,ということかもしれないですね。 いやーそしてジャングル内がもう完全に制圧されつつありますスティージョスが荒らしていきますティアックはかなり苦しいジャングルを強いられてますねこれシンダーハークいきましたねかなりつらいですねエッコーではなくシンダーハークですかとなるとジャングルのクリアがより遅くなりますから マナも辛いですよね、はい、スティジョ選手に対してちょっと、えー、ファームで負けてしまう展開もしくはジャングルのクリアが遅くて追いつけないといった可能性が高くなると思いますねそして一方で今回スマーク選手テレポート上がっていますから逆に一転して HR としてはボットでそこにキラがいくブルーバフ取り切ったのは今のはウリが取り切ったようですかね ウリが取り切ったように見えましたがそしてスマーク選手テレポートで行くかなと思ったんですけどままだ行きせんか狙ってはいますねただテレポートするワードが少し位置がないですかスティージョスがただボットレーンは狙っています。 そのファーストタワーにこうスモーク選手がロームしてもいいのかなとトップのセカンドタワーまですでに追ってますからプッシュしきってからミッドへロームという展開を考えてもいいような気もするんですがただ、どうですかねまだタンクアイテムとしてのアイテム持ってませんから無理はできないという判断ですかただ、やはりこうキラ選手とスモーク選手のまあチャンピオンの相性の良さサルセプター、ウリ選手がすでにできているとはいえすぐさま倒して タワシジ映るのかなという感じもしますがサールス仕掛けたテレポートこれを先ほどから狙っているそしてジラール爆雷からさあ 4V4 の集団戦リッククリットがただ弾いているのはきっちりせいやを弾きましたさあスマーフもすぐさま対応しています3対4ですねあ3対4ですかあ<え>本当ですね大変失礼いたしました HR3 人でいなしきりましたねテレポートを使ったとはいえ非常におっとさあ仕掛けてリッククリット いいややフラッシュがありますいや今ウリ選手が後ろからカバー入ってましたからミッドが空いてますねでスティージョス選手とキラ選手がミッドのファースター狙ってますからさらにこれフロストクイーンでウリがボットサイトに行ってるの分かってますよね<で>キラはです,ですから HR はボットで無理する必要はないですねミッドタワーが1本折れますもう1本もう今行こうとするシーンですがある程度を削るのは間違いないと思いますね んードラゴンに触ってしまうとまずいですよ、挟まれますからねさあ、囲んだのはハードランダム、やめました、ライオンゲーミング、そして逆に仕掛けていくのはミッドレーンサイド、さあ、シャンクが狙われる、そこにキラの AOE バーストだ、さあ、1キル取ったスティージョ、そのまま、これがキンドレッドと言わんばかりにフロントラインを機能しました、1対5、2対5で1キル取ったのはなんとハードランダム。<laughs> <laughs> まあ先ほどのところでティアク選手、ジラール選手、アルツ選手がそれぞれアルティメットを使っていましたから、仕掛け、エンゲージという点の仕掛けの要素が薄かったといったところで捕まえきれず、回答されながら体力を削られてしまいましたねいやー羊飼いの執行猶予5人で何もできないっていうのは。 ちょっと。キンドレッドの強さというものを今垣間見たシーンですよね再確認しましたね、えー、6.7から GC にしか打てなくはなりましたがそれでもやはり未だに強いですね W の回復量も序盤アナフされたんですがそれでも使われ続けているというよりもティアワンのジャングルに続けているということを考えると今大会ジャングルのメタはキンドレットグレイブスを中心に回ってるのかなという感じがしますね さあこの亡霊というべきなんでしょうかねかなりウリは怖がっていますああそして完成しました18分57秒でデボは完成です早いですねそしてキラ選手も2つコア,アイテムが完成した上でロッドも持ってますから装備差が大きく開いてますね さらにはリフトヘラルドですうん、うん、リック・クリット選手が合成アイテムを優先したのでマップのコントロールも非常に取りやすい状況になってますね、あル種選手も同じように瞳にしてますから、この視界のコントロールという点でサポートの間に差はないです本当にかなりプレッシャーかけていきますね、LG。 ありますかあ、ウルティメット使いましたね、呼び声で救出成功します、そしてウリまでボットレーンに寄ってますが、先ほどからこのシーンが続いています、ハードランダムはカウンターで、これ、フリータワーですよね、サードタワーに対しても、スマホ選手、学校のリフトヘラルドのバフを生かしてプレッシャーかけてますから、いやー、削れますね、ボットレーンの2人、カリスタと、 アリスターのコンビネーションに対して、まあ、ダイブというのはかなり難しい。ピックアップすることすらかなり、まあ、技術を要求されます。しかも確定の CC もないチャンピオンですから、ノーチラスぐらいしか確実に捕まえられると言えるようなチャンピオンいない中で、あれだけボットにプレッシャーをかけて成果がないというのはかなり痛いですね。かそもそも成果を出すのが難しい場所を狙,ってる狙い続けているなという印象が強いですね。ただ、 どうですか魔王会であれば硬いですし、キラドを狙ってもというような、ういやー、デボはそして赤スマイト、最後は赤スマイトのドットダメージでしょうかね、2対1でいなしますか、いやちょっと大きな差ができてますね、これはもう、LG からすると覆いしようがないほど広がってしまった。 1>, 1分で1万ゴールド差に到達しましたいやー、ハードランド、まさに隙が本当にないですね、本当にこう、東南アジアとはまた違ったアグレッシブさといったものを持っている中で、非常にチアの展開も冷静ですよね、冷静なんでしょうか、冷静だと思いますす <laughs> スティージオスがかなり強気ででいやもう一人でラインを壊します。 さあかなり冷静リククリットが奥に入るタワーをもらって不屈の意思そこから1キル取ってさあフロントラインがいなくなったぞそこから仕掛けていくような形ですがいやー返しはこれ羊の執行猶予1キル拾ったのはなんとハードランダムそのままタワーにもつなげる集団戦でノーデッド3キル獲得したのはいや2キル獲得したのはハードランダムこのアドバンテージ作ってからのその アグレッシブな動きといったところもそうですし、タワーの受け方、フォーカスの、まあ、まとめ方といったところも非常にレベルの高い動きでしたね。はあはい、こう… ボットを安全に進める動きであったりとか、一転してこう仕掛けるタイミングで一気に仕掛けていくとか、そのチーム全体でのコミュニケーションが正確に行われているといったところが見受けられる動きが続いてますね。ハードランダムというチームの歴史を振り返ってみても、やっぱそういういチームなんですかねうーん去年の IWCA を見た印象では、こうスノーボールできないと勝てないのかなと。 あとは序盤でこうペースを上げていかないと厳しいのかなという印象が強かったですがこの試合の場合だともちろん序盤より作っていましたが危険な時間帯で無理をせずしっかりとあ冷静さを持っていますよね、1つチームとしてレベルは去年と比べて確定に上がっているなという印象が強いですね。 さあ、そしてそのまま、バロンに触りながらです。触りながら、アルソン、まず1キル。いや、ただし、ここは前に出すぎたか。スティージュス、アルティメット使わずにダウンしました。ライオンゲーミング、1キル拾って、11交換。そもそもクールダウンですね。あー、なるほど。<laughs> なぜ前に出たんだ。よくわからないですね。さあ、そのまま、ティアックが仕掛けるが、ここはスマーフが対応します。そのまま、キラが1キル。さらには、リッククリットがセイヤを捕まえる。ウリがうまくアルティメットで返しますが、キラはお構いなしに前に入っていく。 キラーはキルを取ったものの暴れたのはアミラクルさあエースゲットしたのはハードランダムですあエースではないですね3キルですね大変失礼いたしましたちょっとインヒビター,ーキャリー2人が倒されていますから U 字、うん、からするとこのミッドのインヒビターでしょうねカウンターでバロンといったところを考える以外ないと思いますが そのタイミングでスティジョ選手とマソソキラー選手も沸くというところでここで倒さない限りはおっとサージラール、テレポートリッククリット耐じゃんいやー、スマーフ、非常に素晴らしいプレーだダブルで逃げました。そのままアミラクル逆に 集団戦に参加。おごりも非常に素晴らしい形でティアックが入っています。さあ、アミラクルが前に出たが、1キル無理やり取り切ったセイヤがダウ。さらにはこれにスティージョスが間に合う。ティアックが狙いに行くが、ここは軍配が上がるな。アミラクル、ダブルキル。さらにはアルスが逃げますが、追撃はスマーフ気づけば体力はマスクスだ。ウリが一度、ディスポーン、デスタイマーから上がりはして1キル返しますが、31交換。<laughs> バロンを取らずにこのままエンドイットいけそうですかね局面を打開できれば分かりませんがちょっとリック・クリット選手のプレッシャーもあって難しいですねいやー前に出れないでしょういやーリック・クリットが無理やり1キルもぎ取るような形でさあ IW 試合2016デイツー第4戦目ですかね はい、勝利したのはハードランダムとなりましたかなり大きな差を両チームの間に感じるような試合展開でしたね LG はちょっと何もできずに終わってしまったのかなと特にトップレーンのテレポートの差があるときにボットレーンに仕掛けるという判断が決断ができなかったことが大きく響いたというところだと思います。一方ハードランダムは ボットはちゃんと、す、ま、で、あ、に有利取れていたにもかかわらずそのテレポートの作動をいったところポットレーン進めていましたし全体的にハードランダムの強さといったところが目立つ試合展開でしたね、まあ、あとは、仕掛けライアン・ゲーミングの仕掛けというのが少し遅れて2回ポットレーンで仕掛けたんですけどもその時間帯ではないタイミングでしたよねただ、やりたいことは見せたというのが1つライアン・ゲーミングのこうゲーム展開だったかなと。 その決断をより早くすることができればもっと試合の展開が変わってくると思いますね、まあ、そういったところを修正できるかが次の試合に向けて鍵になってくるでしょうねさあそしてこのハードランダムついに3勝ということで頭1つ抜けましたさあそれではですね、えー、次の、えー、ゲームの準備が整うまで、えー、それでは一度失礼いたします